はい、皆さんこんにちは、心理カウンセラーの則武健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。今日はですね、新型コロナウイルスの本当の死者数は何人なんだろうかというテーマでちょっとお話をしてみたいなというふうに思います。まあ、いつも、言っていることですが、僕は、あくまでも素人の視点で、お話をさせていただいているんですが、意外とですね、知らない情報というものが、結構あるんじゃないかなというふうに思っています。で、今回、このテーマでお話をしようと思ったのはなぜかというとですね、まず一つ目が、経営コンサルタントである坂上仁さんという方がですね、YouTube の中で、少し前の、投稿されている動画なんですけれども、5月6日の投稿かな、コロナの本当の死者数は1071人っていうようなね、テーマでお話をしておられました。で、僕の方にもですね、何人かの方から、その動画を教えてくれたりとか、僕の動画のコメント欄でもですね、こういう話がありますよっていうのを教えてくれたり、しましたので、僕もですね、何本か動画の方を見させて勉強させていただきました。情報ありがとうございます。こういう情報本当に嬉しいです。で、その中で、まあ、本当にですね、わかりやすくて、あ、確かになっていうね、ことがいっぱいあってですね、非常に僕も勉強なさせていただいていますし、これからも勉強させていただこうと思うんですけれども、ただですね、一つだけちょっとでも、ここに関してはちょっと意義ありというところがですね、一部ありまして、まあそれについてもお話をしたいなということとですね、もう一つコロナの死者ということを考えたときに、実はこの死者数の中で、なんて言うんだろうな、僕たちのイメージで、例えば僕たちが自粛しなきゃいけないって今なってるんですけれども、その、いわゆる元気な人たちがコロナに感染して亡くなっている人が、じゃあその中で何人ぐらいなのか、もしくは、もともと寝たきり、のね、人たちが亡くなっている人が何割ぐらいなんだろうかってね、その辺ってずっと疑問に思っていたし、たまにですね、ネットニュースとかでそういうのも、出てきたりするんですが、実はこのね、詳しいデータっていうのがあんまり出てないんですね。出てないので、実は非常にその辺の、内訳的なところが分かりにくいというところがあって、そこについても、一度ですね、お話をさせていただきたいなというふうに思っていたものがあります。そして、三つ目がですね、まあ皆さんご存知の方も多いと思うんですが、去年の6月18日に、厚生労働省、新型コロナウイルス感染症、対策推進本部からですね、全国に、通知が出されているんですけれども、この中でですね、厳密な死因を問わず、新型コロナウイルス感染症の陽性者であれば、死亡者数として、コロナの死亡者数として、カウントしてくださいねという通達をですね、出しているんですね。ということはどういうことかっていうと、他の病気で亡くなったとしても、新型コロナウイルスの、PCR 検査が陽性反応が出れば、新型コロナウイルスとして、カウントして報告をしてくださいねというふうに、厚生労働省が、全国に通達を出しているわけですよね。で、これはですね、実は紐解いていくと、日本だけじゃなくて、WHO がそういう指針らしいんですね。なので、世界中でこれが起こっているということです。ということを考えると、今ですね、1万2000以上の死者数がいると言われているんですが、その中で、本当に新型コロちゃんが発生して、新型コロちゃんによって亡くなっている人が一体何人なのかっていうのは、実は誰も分かっていないというのが、多分現状なんじゃないかなというふうに思っています。まあ、この3点を踏まえてちょっとお話をさせていただきたいなというふうに思います。もし間違っている箇所とかがあればぜひですねご指摘いただいて教えていただければ嬉しいなというふうに思います。で、まず最初にですね、坂上仁さんの動画の中でですね、何を話してたかっていうと、まあ、非常にね、わかりやすい動画なので、もし興味のある方はぜひそちらご覧いただければなと思うんですが、概要欄にリンクの方も貼らせていただきます。ですね、これ5月6日にアップされている動画ですので、ちょっと前になるんですが、データが。で、5月4日の時点のデータで死者数がですね、1万487人だと。ただし、この厚生労働省がこういう通達を出しているから、本当に新型コロちゃんで亡くなった人は一体何人ぐらいなんだろう。そこは疑問に残るよねっていうことで、坂上さんご自身がですね、いろいろと調べられてですね、じゃあ、重症化した人。ね、重症化した人は、エクモとか人工呼吸器をつけたりするわけじゃないですか。ね、集中治療室に入って治療するわけですよね。だけど、それを調べていくと、エクモで亡くなった人の例がですね、
その194例、そして人工呼吸器で亡くなった人の、数が877人、そして、合計すると1071人しか、そのエクモを使って亡くなった方、人工呼吸器を使って亡くなった方はいないということが分かったらしいんですね。で、そのエクモネットのデータがですね、日本全国の 80% をカバーしているので、まあそれをですね、あと2割、換算したとしても、だいたい1300人から1400人ぐらいだろう、死者数。ね、1万487人と出てるんだけど、本当の新型コロちゃんで亡くなった人は、エクモとかね、人工呼吸器、集中治療して治療しているはずなので、だいたい1300人から1400人ぐらいだろう、ということをお話をされていました。ね、で、もうすごく貴重なデータだと思います。はい。で、僕もですね、そこに関しては、実際の数字より、実際に新型コロちゃんで亡くなっている方よりもかなり大きくなっている数字が今公表されている数字だろうなというふうに思っていますので非常に勉強になったんですが、一つだけここでですね抜けているものがあるとすれば、まあ僕これは僕のですね個人的な感覚なんですけれども、実はですね日本っていうのは世界トップクラスのですね寝たきり大国と言われている国なんですね。寝たきり大国、要は寝たきりの、高齢者の方がめちゃくちゃ多いんです。で、ちょっと調べさせていただいたんですが、2010年には、日本全国で寝たきりの方がですね170万人、2025年には230万人になると予想されているということが書かれていました。ということは今現在ですね多分、推定でですね200万人を、余裕に超えているぐらいの寝たきりの方が多い今いるということなんですよね。で、その中で、そういう寝たきりの人たちが、例えば寝たきりだったり、胃ろうを入れたりとか、あとは認知症の方も含めてですよね、コロナで感染して、亡くなっていくっていう方たちもある一定数必ずいるはずなんですね。それは、毎年肺炎で10万人以上の方が亡くなっているとか、インフルエンザで、3000人から1万人の方が亡くなっているっていうのも、それもですね、実際に、健康な人が発症して、亡くなる方もいればですね、もう寝たきりで、いつ亡くなってもおかしくないっていう方たちが最後の、まあ寿命って言っていいのかわからないんですが、風邪に感染して、肺炎になって、亡くなってしまうっていう方もたくさんいるというということですよね。でもそういう方たちは実はエクモとかですね人工呼吸器っていうのはつけないケースが多いわけです。なぜかというとつけてもですね、もうそれを外せない、外しても自分の力でも生きることができなくなってしまったり、あとは寝たきりで、の人たちに対してですね、そこまでする必要が本当にあるのかどうか、まあ家族との話し合いとかもあるかもしれないんですが、多くが、まあそういうことをしないということを選択するというケースが多いので、実はエクモとか人工呼吸器をつけない人たちで、ご高齢の方とかでね、高齢者の方で寝たきりの方が感染して発症したけれども、それで集中治療室に行かずに亡くなっていくっていう方たちもある一定数でいるじゃないかなというふうに推測されます。そう考えると、坂上さんがおっしゃられていたコロナの本当の死者数は1071人っていうのは、あくまでもそのエクモとか、人工呼吸器をつけて亡くなった人たちの数はその数かもしれないけれども、実際に、コロナの死者イコールその人数にしてしまうと、他の病気でもそうなんですが、インフルエンザでもそうだし、肺炎でもそうなんですが、そのエクモとか、人工呼吸器をつけずに亡くなられている方たちも、たくさんいるので、そこはですね、抜いて数字にしてしまうと、ちょっと、数字のデータの見方っていうのは見にくいんじゃないかなというふうに、思いました。で、ですね、少し前の記事なんですけれども、2021年4月の21日に、東洋経済オンラインのですね、ニュースに、これちょっと印刷したものなんですが、ネット記事に、これ面白かったので保存しといたんですけれども、で、いつかちょっと話そうと思っていて、なかなか機会がなくてですね、伸び伸びになってたんですが、いい機会なのでちょっとお話をさせていただきたいんですが、このタイトルがですね、どういうタイトルで記事になってたかっていうと、コロナ死亡患者の4割がもともと寝たきりの波紋、療養型病院は注意、札幌市のデータが示すことということで、コロナ死亡患者の4割がもともと寝たきりの方々だったというのをテーマに、この記事が書かれているんですね。で、この記事に、出てくる、お二人の方が出てくるんですが、ダイヤモンドプリンセス号の、現場を仕切っていた方のお二人らしいんですが、今も新型コロナ感染症対策の最前線に立っている。お一人は神奈川県の阿南秀明医療危機対策、統括官。
そしてもう一人の方が厚生労働省 DMAT 災害派遣医療チーム事務局の近藤久貞さんというものかな、次長が、頻発するクラスターの収束のため全国行脚を続けている方らしいですね。で、この中でですね、いろんなその話をされているんですけれども、現場で、まあ、いわゆるクラスターなので結構施設とかに入ってですね、いろんなことをされているみたいなんですが、その中でですね、ですね、面白いというかですね、コロナ患者の多くは最後の一滴死亡というね、はい、書いてあるんですけれども、要は、コロナで亡くなっていく人にはいくつかのパターンがあると。それはコロナで感染して亡くなっていく人もいれば、まあ例えば医療崩壊とか医療のあれが足りなくて亡くなっていく人もいる。まあ多分少ないとは思いますけどね。で、それと別に、もともと状態が良くなくて最後の死因がたまたまコロナだった死亡という方も、多いというふうに言ってるんですね。これを、最後の一滴死亡と呼んでるらしいです。まあこの呼び方がいいかどうかわからないです。ちょっとそう書いてありますので、僕もそれを使わせていただきます。もともと状態が良くなくて、最後の死因がたまたま免疫が落ちたり、まあ、だいぶご高齢だったりとか寝たきりだったりとかしてコロナにかかって死んでしまいましたっていう方も、結構たくさんいるということなんですね。で、深刻な医療危機に直面していた札幌市に、支援に入った期間、2020年11月8日から2021年1月21日のデータが得られました。要はちょうどあれです、冬の時ですよね、第3波と呼ばれていた時ですよね、2020年の11月8日から1月、21年の1月21日までの期間の間のデータが得られました。病院施設にいた人はコロナの患者数で見ると、札幌市内全体の1割程度なのに、要は札幌市内の患者さんの中で、病院とか施設にもともと入っていた人の数っていうのは全体の患者の1割ぐらいなのに、死者数で換算すると全体の 76% を占めたというわけなんですね。要は、全体の患者、札幌市内の患者の、中で、施設、病院にもともといた人は1割程度なのに、死者数で換算すると、実は全体の死者数の 76% を占めていた。要はほとんどの人たち 76% の亡くなった方の 76% がもともと病院とか施設に入っていた方々が亡くなられていたというデータが得られたということですね。で、さらに、調べていくと、クラスター発生病院で感染した死亡者のうち 72% は寝たきり状態だったことが分かりました。クラスター発生病院で感染して亡くなった方のうちの 72% が寝たきり状態だった。で、これは期間中の札幌市内の全死亡者223人中の 45% に当たりますっていうことが、この時の期間で分かったわけですね。要は11月8日から1月21日に、新型コロちゃんで亡くなりましたよっていう人数のうちの 45% の人が実は寝たきり、もともと寝たきりの方たちで、先ほど言ったもともと状態が良くなくて最後の死因がたまたまコロナだった方が、亡くなった方たちが全体の 45% を占めていたってことなんですよね。まあそう考えると、もちろんね、寝たきりの方が亡くなってもいいとか、そんなことが言いたいわけじゃなくて、でも僕たちが今自粛をしてくれとか、お酒の提供はダメですよとか、飲食したらダメとか、百貨店がね閉鎖になったりとか、そういうことをやっているんだけど、実は亡くなっている人の 45% が寝たきりの方が亡くなっているって考えた時に、ちょっとイメージってだいぶ変わると思うんですよね。僕たちのですね、この新型コロナの死者数に対するイメージがだいぶ変わるんじゃないかなというふうに思います。で、もう一つですね、以前もちょっと動画でご紹介させていただきましたが、東京慈恵会医科大学病院の大木隆夫先生、まあ神の手を持つというね、先生で、よく昔テレビに出られておりましたが、大木先生がですね、大木提言という YouTube チャンネルを立ち上げられておりまして、まあそこも、非常にですね、わかりやすくお話をしてくださっているんですが、これもちょっと前のお話なんですけれども、いろいろですね、その大木先生もお話をされている中で、
実はこれはデータが出てないから僕の推測なんですが、推測っていうことをおっしゃってました。データが正式に出ていないのでわからないらしいんですが、その当時、動画でお話しされている当時、新型コロちゃんの死者数がですね、6000人ぐらいと言われていたんですが、実はその中の4000人から5000人ぐらいが推定、寝たきりか、もしくは認知症の方なんじゃないだろうかと僕は思っているというふうにおっしゃられているんですね。東京慈恵会医科大学病院というとコロナの対応をしている病院ですので、そこに入っている先生が、肌感覚として、だいたい70から80%ぐらいが寝たきりか認知症の方たちなんじゃないだろうか。で、なぜそう思うかっていうと、そういう方たちは ICU をスキップして亡くなっている。ICU に入らない。ね、そういう治療、ECMO とか人工呼吸器をしない人たちが多い。なぜかっていうと、寝たきりの人とか、認知症が進んでいる人とかっていうのは、そういうのをスキップすることが多いらしいんですね。だからそれは肺炎とかインフルで亡くなる方たちも、実はもともと寝たきりで、肺炎になって亡くなってしまう。インフルにかかって亡くなってしまう。もう免疫が弱くなってしまっているので、そういう方が実は多くて、7、80%は実は寝たきり、もしくは認知症の方々なんじゃないだろうかというふうに推定されているわけですよね。まあ、この詳しい数字というのはどこにもデータが多分出ていないと思うので、あくまでも、推測でしかないんですが、先ほどの北海道の札幌のデータ、これは推測じゃなくて本当に出てるデータなんですが、45%が寝たきりだったという、死者数のね、合計のこの期間内の45%が寝たきりだった。東京慈恵会医科大学の、大木隆夫先生はですね、推定、死者数の、7、80%ぐらいが寝たきりとか認知症の方々なんじゃないだろうかということをおっしゃっておられます。というと、今現在1万2000人、ちょっとの方がですね、今累計亡くなられているんですが、その中で、実際に、なんて言うんだろうな、寝たきりとかで亡くなった方がどのぐらいいるのか、ちょっと想像してみてほしいんですけどね。で、もちろん、本来は助け、なんていう、完成しなければもっと元気に生きれたかもしれないけれども、それでエクモとか人工呼吸器をしても亡くなっていった人たちが、何人ぐらいいたのかということを考えると、大体のですね、内訳が出てくるんじゃないかなというふうに思います。で、さらにその中で、もちろんそれ以外もありますよね。例えば、自宅療養してたけど急変して、ICU に入る前に亡くなってしまった方も、お亡くなりになられた方も、見えるでしょうし、なんだろうね。まあ、一部ね、大阪では医療崩壊と呼ばれていましたけれども、その病院が見つかる前に、ICU に入れずに亡くなられてしまった方も見えるかもしれないです。ただ、全体からすると多分それってすごく少ないんじゃないかなというふうに思うわけですよね。で、最後に、先ほどお話しした、厚生労働省のですね、通達ですよね。厳密な死因を問わず、PCR 検査陽性反応が出ている方は、陽性者として、新型コロナの死亡者数として全数を公表するようお願いしますという通達を出しているわけです。というと、この1万2000人の中の何パーセントぐらいの方が本来新型コロちゃんで亡くなっていなくて、他の病気で亡くなったんだけど、たまたま PCR 検査陽性反応が出てしまって、それでコロナの死者数としてカウントされている人がある一定数いるということですよね。で、さらに、もともと寝たきりで、だった人たちが、最後に、たまたまコロナでかかってしまって亡くなってしまった人たちがある一定数いる。そして、コロナに感染して、いわゆる、新型コロナ肺炎で、治療したけれども亡くなってしまった人がいる。でね、この3つのバランスがどのぐらいなのかっていうのは、結局のところ詳しい数字っていうのは、今のところ多分誰にも分かっていないんじゃないかなというふうに思っています。まあ、それでもですね、ECMO 人工呼吸器で亡くなった方が、5月の4日の時点で1071人というデータはですね、非常に有益で、まあ、僕たちがですね、いわゆるコロナにかかったら怖いよね、
ね、一般の人たちがね。だから家にあんまり、密を避けなきゃいけないよねってね。そこで感染して、ね、重症化して、死んじゃったら怖いよねって思っているイメージの死者っていうのは、いわゆる坂上仁さんがおっしゃられていたコロナの本当の死者数は1071人なんじゃないかっていう、そのぐらいのイメージを持っていてもいいんじゃないかなという。まあ、プラスね。まあ、1300から1400人ぐらいのイメージ。まあ、15% ぐらいですよね、全体のですね。で、寝たきりの方たちが40から50% ぐらいいるんじゃないかな。そう考えると、その差がですね、何%ぐらいの人が、ひょっとしたらコロナ以外で亡くなっているのに、コロちゃんとしてカウントされているかっていうのは、ぼやっとですけれども、なんか見えてくるんじゃないかなというふうに思っていますが、皆さんはどう思いますでしょうか？ということで、まあ、僕もですね、この今回の、コロちゃんに関してはですね、まあ、ただの風邪だとかっていう人もいますが、別に僕はそういうことが全然言いたいわけじゃなくてですね、やっぱり客観的に本当に正しい、正しく恐れるっていうこともすごく大事だと思いますし、その怖いか怖くないかっていうのは、その人の状況によって変わるわけですよね。例えば僕にとってみると、あんまり怖くないわけです。僕の子供、もっとちっちゃい子供にとってみると、全く怖くないわけですね。だけど僕が例えば80歳とかで基礎疾患を持っていたら、やっぱり多少気をつけなきゃいけないと思うかもしれないし、なので、怖いか怖くないかっていうのは一人一人が判断すればいいことだと思うんですけれども、さも、今起きている現状以上にですね、怖さを拡大してしまって、そこに必要以上に怯えてしまったりとか、不安になってしまったりとか、心配になってしまって自分の人生を、失ってしまうっていうのはすごくもったいないんじゃないかなというふうに思っているし、今の政府の、政策とかですね、緊急事態宣言も含めてですね、それっておかしいんじゃないのというふうに感じる人たちが増えないと、僕は、世の中っていうのは変わっていかないんじゃないかなというふうに思います。ね、外でお酒が飲めない、ね、だけど実際に亡くなっている方の 40% からひょっとしたら 70%、80% かもしれないですが、寝たきりの方たちが亡くなっている可能性があると。そうするとですね、だいぶ僕たちのやらなきゃいけない対策っていうのは、だいぶ今のやってることと大きくずれているんじゃないかな。そもそも施設をですね、もうちょっと、きちんとですね、そこを守るんであれば、しっかりやらないとですね、居酒屋さんをですね、見回りしてですね、取り締まっても、意味ないんじゃないかなというふうに僕は個人的に思ってしまいますが、皆さんどう思いますでしょうか？ということで、また会いましょう。最後までご覧くださりありがとうございました。バイバイ。皆さん、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今後も少しでも役に立てる動画を配信していこうと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、人生を大きく変える小さな気づきというテーマで、毎日ブログを更新しているんですが、無料でメールマガジンでも配信をしています。よかったらメールマガジンの方もご登録お願いします。詳しくは概要欄をご覧ください。